イヤソルジャーズソウル。君は伝説の中にいる。さあ、どの戦いを紡ぐのかお選びなさい。大いなる戦いがここから始まった。あなたは負けることはない。私は信じています。サンクチュアリ決戦の火蓋は切って落とされた。邪悪の矢を受け倒れたアテナを救う。遥か神話の時代、神々は地上をめぐって、教皇アーレスのいる教皇の前へ向かうには、ゴールドセイントたちが守護する第二の宮、金融宮を守るのは、セイントの中で並ぶべきもののない豪を誇るタウラスのゴールドセイント、アルデバランだった。死竜たちをいとも簡単に弾き飛ばすとは。勝手にこの金牛宮を通り抜けることは許さん。このお牛座、タウラスのアルデバランがな。なんだその構えは。戦う気がないのか、アルデバラン。ブロンズごときにゴールドセイントが構えを取るとでも思っているのか。お前と俺では戦うには実力が違いすぎる。なんという強大さなんだ。まさしく奴は恐るべき黄金の野牛だ。このやつか。まさしくやつは黄金の野牛。このタウラスのアルデバランが相手をしてやる。ファイト。このままでも十分お前を倒せる。
せいや。ゴールドセイントの力を思い知った。なんてあなたらしくないではありませんか。立ち上がるのです。あなたにはまだ命が残っているではありませんか。負けてはいけません。今こそ燃え上がれ俺のコスモよ。ファイト。まだ掘りぬと見える。沙織さんのためにもこんなとこで負けるわけにはいかないんだ。これだけか。これが出す水星拳。ペガサス水星拳。この金牛球は倒産。しまった。どうなっているんだ。いや構えてもいないっていうのに、あの腕組みが最高の体勢になっているのか。まるで憲法の居合切れだ。これだけ。ペガサス流星拳。これだけか。ブロンズのくせに生意気だ。焦っているのかい。ヒルセイケンでバラン。ペガサス流星拳。しまった。未熟かな。ブロンズセイントだからって甘く見てちゃダメだぜ。これが俺の実力だ。ゴールドセイントとの力の差がここまでかけ離れているとは。どうすればアルデバランに勝てるって言うんだ。剣を抜かせるのさ。居合の剣は鞘から抜かれた後その効力を失う。いわば死んだ剣、死に剣となるのさ。その黄金の角、へし折ってやる。おい、せいや、一気に葬ってくれるぞ。はい、と。さあ、どの玉北でも、あなたは負けることはない。私は信じています。北欧アスガルドの神
オーディーンの地上代行者であるヒルダのもとに。サガの野望が打ち砕かれ、平穏がもたらされたのもつかの間。日が沈むまでにヒルダを捕らえなければ、アテナ・サオリのコスモがつき、今こそ燃え上がれ俺のコスモよ。ミョルニルハンマーを受けてみるがいい。今まで戦う